今日は2月の13日となっております。ちょっと今日は暖かくてこう太陽も出ておりますが、昨日は非常に寒かったという状況です。でちょっと桜の木をついでに映してもらえますかね。このように沖縄は現在、桜がもうほとんど満開に近い状態ですね。これで、まあ、これから非常にいい季節を迎えるということで、名護泣き陣ですね、まあ、将来的にこのように、現在桜が咲いておりますが、彼岸桜が咲いておりますが、首里城一帯全部あの桜の木を置いてですね、観光客を誘致すればいいかなと思っています。で、正面の方に徐方向の碑ですね、中山殿新緑ということで、1719年に重陽の宴というので、初めて組踊りの二度を吉打ちと、それから、囚人金入りを踊って、その時の感動の模様をですね、中山殿新緑で、これ漢文なんですが、これで大変感動したということを書いております。さて今日この前面を写してほしいんですが、八福祉と言いましてですね、ここの、まあ、首里界隈の人たちが中心になって、今日その旗頭の行事を行うと、こういうところでありますので、結局あの指導者の方にですね、社長さんも どなたですかね。会長です。会長さん、会長どうもどうも。会長さんどうもありがとうございます。これ YouTube ということで、沖縄の伝統芸能、前への絆を今撮って、あさってぐらいには世界に出します。日本そして世界で見ております。ただですのですね、はい、RBC みたいに1秒1万円の世界ではありませんので、これは編成はどういう編成、何名くらいの編成ですかね。そうですね、今日、まあ、このメンバーが随運動公開ということで、はいはいはい、カメラを見て首里地区を、はいはい、代表する旗頭。じゃあ義母もいれば池旗とか、はい、いろんなみんないて、その中の町とか、はい、まあ各町の、ああそうですか、そういうニシエーターというんですか、はい、年齢が若いようですか。これ年齢制限みたい、まあ、ですなの、ね、はい、女性の方がね、あれはもうとっても地区です、ね、あまり力を要しないと。で私もあの首里城祭でよく見るんですが、はい、あのなんかこうお腹に抱えて、ね、かなりあれはあの集中力というかですね、全体的なこの協調というのが、そういうのがないとこうバランス、そうですね、もうそれ町のみんな代表で出てるんで、はいはいはい、まあ裏を、はいはいはい、でこれこうゆさゆさやってるのは何分ぐらいあれをやってるんですか。いや決まった時間はないです、ね、時間はないですか、はい、上げるときはもう20分とか、じゃあかなりそれを上げますよ。あの持つ人は体力がないといけないということですね。で、あの、まあ、一つの成功の秘訣というか、難しいところはどういうところがポイントなんですか。一番もうバランス、バランス感覚ですね。で、あのよく鐘なんかなるんですが、あれはどういう役割をしてるんでしょうかね。あれはもうその動きのタイミングというか、要はそのテンポを見たりとか、と前の進行方向とか見て、例えばあのハーリーだと鐘を叩きますよね、はい、まあ、ああいう役割みたいな、ね、ですね、全体のテンポを見て、進行状況を見て、それを全体の調和を取る、ね、ということですね、はい、もう慣れてる方、はいはい、全体見れる方が叩きますので、で、あとこの旗を立てる、それの周りにつくこの大きな、まあ、全員の編成というのは何十名とか決まりはあるんですか。ないです。ないですか、はい、じゃあまあ15名のところもあれば20名、これは別に、はい、今日はもうちょっとその半分ちょっと少ないんですけど、そうですか、通常でしたら40名とか、はいはい、ちょっともうちょい言われるんですけど、そうですか。で、これの歴史的な背景というのは、起こりはどういう時から始まってるんですかね。まあ、歴史自体はあの那覇大綱引きの第1回目の方から、そうですか。もう何十年ぐらい、42、年前ですね、42、3年というと、私が8歳ぐらい、小学校2、3年の頃から始まっている、その時じゃあ、外衛っていうんですかね、そうですね、はい、あのあれで、あちこちの泊まりが来たり、はい、来て、これはもう首里地区代表で出そうということで、じゃあ、これは毎年も出て、そうですね、大綱引きで出てます、大綱引きで出てるわけです、やっぱり首里城祭にも、もう出てます、ね、出てますよね、あの辺でこうずっとやって。ガンガンでこう本当にこの仕込みの部分を見るのは初めてなんですよね、はい、出来上がったものはやっていて、ぜひこれをまあ世界にね、ブラジルとかペルーとかの人も懐かしいと思うんですよね、でこれはもう始まるところですか。
そうですね、これは気にしないでどんどん始めて、後からちょっともうちょいして、あ、今準備してるところなんで、あ、やる予定です。あ、なるで、このための練習というのはやっぱり公民館とかああいうところ で、はい、週何回ぐらいやっておるんですか？大体今だったらもう週に1回とか2回なんですけど、時期になったらもう毎日ですね。あ、で1回の練習はやっぱり1時間ぐらい2時間ぐらいはやります、ね、やっぱりこう準備運動からもう全部、はい、いろいろ力の、ね、腹筋とかもやりながらやっていくということで、普通例えば首里城祭とか、あの大綱引きが10月頃ですよね、はい、そのなぜ何ヶ月ぐらい前からもう練習始まるんですか？ちょうど僕たちは1ヶ月前から。ああ、そんなもんで、はい、あ、じゃあもうみんなある程度出来上がっているから、ちょっとこう勘を戻すということで、であの YouTube のカードを、まあ、3枚ぐらいだったかな、上げていますので、各個人ごとも写して出したいと思いますので、ぜひともあのカードをアクセスしてもらえばですね、あの 2,3 日後には出ますので、ちょっとじゃあ一人ずつ、はい、あのあれしましょうね。一番あのこれキーポイントになるところはウェブのところですかね。ピッチャー的な野球で言えば一番大事な、こっち大事な力持ちは、あのヒゲの人、怪我しそうで、ね、あ、またがないで、あ、なるほどね、ごめんなさいね。ああ、こういう感じでね、はいはい、あ、これはなんて書いてるんですかね。ズイヨン、あ、ズイヨン、あ、これ写してください、ズイヨン。あ、すごいですね。これは何キロぐらいありますかね、重さ。外略50キロ、人と同じぐらいの重さ。60キロぐらいはある？60ぐらいあるんで、うん、もっとある？70ぐらい。70キロ、あ、僕よりちょっと、僕と同じぐらいの感じですね。はいはいはい。あ、ただ今上に、はい、ちょっと離れてみましょう。あっちは押さえてこう上げるわけだ。あ、みんなでね。じゃあ今から上げますので、どうぞ。はい、これ近くで見るのは初めてですね。我々もここ電球館に琉球舞踊の、空間で使っていいということなんでね、5月の連休に ここを使って琉球舞踊とか三線教室とかですね、実際こう家庭で踊ろうかなと思ってるんですけど。あのですか、はい、こんなもんでいいですかね、はい、でこれで現在、取り巻き陣が20名ぐらいいますかね。そうですね、そうですね、本当に7、80ぐらいは。あ、7、80、ああ、そうですか。その時はいるんですけど、で、今まさにあの旗が上がろうとしておりますが、重さ大体70キロぐらいって聞いたら言ってたら、もっとある、大体そんなもんですかね、まあ、私の体重と同じぐらいかな。他もしかしたらもうちょっとあるかもしれないですけど、大体そんなもんで、ね、あ、なるほどね、はいはいはい。今あの年配の方が根元にいて、お相撲さんみたいな、今ね相撲も八百長で大変な目に遭っていますが、あの、あ、 YouTube にちょっと出ない？ YouTube いい？何年生？あ、中学1年生。あ、 YouTube に出るよ、おいで。あの YouTube って分かる？YouTube は分かる。お宅は何の役目、今日は？あ、今日は見に来ました。あ、お茶係でもないんだ。あ、いいですよ、はいはい、結構です。あ、今準備体操ですか、これ。そうです、はい、あ、なるほど。こういうご縁ですね、まあ、初めての光景ですが、しっかり準備体操をしながらやらないと、まあ、怪我のもとということでしょうかね、しっかり準備体操をやるんですね。いや、今更ボケんね。何があれば、で、まあ、ここは私ら、まあ、構想にあるんですが、首里城側から、こ
ここの空間を使ってどうぞ1時間何でもいいからやってくれということですね。首里城株団を今考えておりまして、3演目ぐらいですね、例えば道花とか鳩まぶしとか金井雨川を踊って、であそこをちょっとカメラマンさんをしてもらえますかね。でこういう空間からも見えるわけですよね、食事をしながら楽しむと。でもうちょっとすると暑くなりますが、このガジマンの下からも、お年寄り中年の方たちが、まあ、コーラジュースをお茶を飲みながらですね、ここで踊っているのを見れると。でそこで、まあ、私の工場をもてなしの工場をしながらですね、そして一緒にですね、カジェデフを踊ってみると。カジェデフですね、ですが、実はその観光客がですね、このカジェデフを見ると、知念さんあれは 2,3 時間でマスターできそうだねということを言いますもんで、私まあ10年、竜武道場に通っているんですが、なかなかカジェデフを満足にできないもんですから、ぜひともどれぐらい難しいかですね、観光客の皆さんとですね、まあ、竜武教室も開いて、そして三線では三振コーナーで朝と夜で私がクンクン塩見が弾きますので、これもまあ体験してもらいたいと、いうことで考えておりますが、まあ、いかんせんですね、謝礼金をまあ1万ぐらいご苦労さんで与えることができませんので、まあ、YouTube を見たどこかの会長さんとか社長さんいましたらですね、助成金をいただきますので、ぜひともまあ、5万でも10万でもですね、この首里城株団への助成金としてですね、いただければ幸いかなと思っております。こういうところでかなり、入念にですね、やっております。あ、向こうに敷屋さんなんかも来てます、はい、ちょっと閉じていってもらいます。こういうことで今そうですね、20名ぐらいの人数ですが、通常ですと70名ぐらいで囲むそうです。でこれから始まります。で今鐘を叩いている女性の方ですが、これがハリで言いますと、前に船に座ってですね、全体的なこのタイミングを取る、そういう役であるそうです。向こうから打つ、YouTube は琉球舞踊しか沖縄の文化を映してないようですが、やはり空手もですね、世界に、を代表するような素晴らしい演技ですので、沖縄の伝統芸能との、まあ、まあ沖縄の伝統としてですね、空手もですね、我々忘れてはいけないと思います。で世界の YouTube で見ている、特にブラジルとか南米ですね、ペルーとかアルゼンチン、まあ、空手を見て非常に懐かしいと思いますね。Oh!
でこうやってるんですよ。なるほど。じゃあこれ70キロぐらいあるんですよ。感じます。はい、まだ撮ります。で、じゃあ、あの人たちはまた向こうの2時からの空間で。見た感想あちこちにやっぱ材料がありますね。あのリュートってすごいです、やっぱりね。下にはガスを取りに行って、はい、まあこう見ますと立てる時も大変でしたけど、まあ下ろす時もやっぱり全員総力でやらないと、ちょっと手を抜くと怪我をするといった感じですよね。今日まあ初めてこういう状況で、いつもあの出来上がったそれを国際通りとかこの首里城前で見るんですが、まあ、しかし大変なこれ人の力と、よくこの調和というんですかね、しっかり指揮を取らないと怪我をするよというところですね。この観光客の印象とか聞いてきます。東山だっけ？東山だ。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 ああ、いい感じ、いい感じ。あっちゃん、撮ってあげるって。どうぞどうぞどうぞ。いや、いいんです。見てみて、お願い。もう、沖縄で、観光客1000万。スピンなんです。スピンだから、はい、1000万人観光客、今ね、今まで600万だったけど。1000万人を誘致しようとしてるから、どんどん沖縄口コミで呼んで、あー YouTube で見てさ、 YouTube って普通の YouTube で、そうそうそう、あこれアクセスすればこんな変わった人がいた、 YouTube の、 そうそうそう、 YouTube の首里城の前で検索してください。下のやつは何て書いてあるんですか？花粉、それでもどっちでもいい、花粉、うん、だからこれめっちゃ重いんですか？70キロぐらい、僕と同じぐらいらしいです、体重が。ああ、じゃあおじさん持ち上げてる感じだ。そう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 。でね、普通ね、今20名ぐらいだけど、数えたら大体70ぐらい、名ぐらい取り囲むらしいです。何の儀式とか？あ、これはね、例えばね、10月10日に大綱引きというのが那覇であるんですけど、それ綱引きの特徴。そう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 、それでケーキ漬けにね、博多どんだけでもあるじゃないですか。あのねぶた祭りで、あ、うん、あの青森の、そう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 、ケーキ漬けで、
あと首里城祭とかあるんだけど、その時にまた景気づければ各ね、まあ、あの自治会があって、その自治会代表でね、みんなそれぞれ晴れ合うわけですよ。で、今野球のあれがね、甲子園もみんな応援合戦しますよね。あれどうだ、俺らがいいぞ、強いぞということで、今プロ野球のキャンプやってるけど、ジャイアンツはまあまあのくらいね、スワローズとかね、日本ハムとかね、斉藤君なんか来てるけど、ね、あれすごいですよね。ジャイアンツで20億落ちるらしいですよ、沖縄すごい。で、9球団来るでしょ、101億円沖縄に落ちるらしいです。すごい。だからね、皆さんも落としていって5000円ぐらいでもそんなあれでね、まあ、沖縄、私最終的な六大学リーグとかね、あれも全然、まあ、早稲田しか来てないから呼ぶで、韓国の球団も全部呼ぶそしてそうですね、あのプロ野球のね、石川遼君だけじゃなくて、みんなね、こう暖かい沖縄でこうトレーニングするって、この1月2月、ね、それでオープン戦に備えるという具合にやったらいいんじゃないかな。70人いたら70人が1回ずつやるの？そうそう、交代ずつで。で、これはね、時間を決まってないということなんですよ。20分、1時間するときもあるし、10分ぐらいで終わるときもあるし。誰の気分でやっぱりね、そこに指揮官があのいるんですよ。ちゃんとそれを指示する人。その人の気分で終わらせるんですか？いや、それが指揮するんじゃない？もう交代交代と。で、あとはあの太鼓と、あとチャリンチャリンでね、全体のバランスを見て、こうどん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 、この指揮を取っていくという感じですね。すごい、すいません、はい、邪魔しました、はい、現在休憩時間ということで、またあといつ始まるか分かりませんので、一応この辺で閉じたいと思います。で、今日は私自身も非常に新しい体験というかですね、をしまして、本当にまあ、旗を立ち上げる前の あれですよね、円を描いての準備運動、これを入念にやっているし、約70キロ、私の体重と同じぐらいなんですが、これを持ち上げるやっぱりこのタイミングとか、お互いのチームワークですよね。で、下ろす時も同じように、まあ、大変な注意をしないと怪我するということであります。そしてちょっとカメラさん、非常に神聖なものでありましてですね、これを私またごうとしたら、団員さんに非常に注意されました。神聖なものということで、またいちゃいけないということで、やはり沖縄の伝統文化というのはですね、ただ琉球舞踊とか組踊りとか古典音楽だけではなくて、まあ、空手もあるし、こういう村祭りですね、こういうものから、まあ、非常に多様性に富んでいるということで、まあ、私自衛隊ばかで、まあ、54までずっと自衛隊で飛行機のことと、あと気象予報官で生きてきたわけですが、沖縄のこの伝統芸能に接するとですね、やはりこれから、まあ、あと多分20年30年90歳ぐらいまで生きると思うんですが、この非常にその奥が深くてですね、多様性に富んでいるというこの、沖縄の伝統文化ですね、引き続きですね、熱意を持ってですね、世界の皆さんに、YouTube で発信して、いきたいと思います。じゃあひとまずここの辺でですね、これは水門館といって、まあ、レストランですけど、待合室、そして夏場ここの下で皆さん、まあ、涼しい風が来る自然のクーラーになりますが、このガジュマル、この空間ですね、これからお別れいたしまして、あと、14時からですね、流星本流の和歌の会、まあ、非常に気合い入ってますよね。これの琉球舞踊が6演目ありますので、先ほどインタビューしましたアメリカ人の2世の方もまたそこで落ち合うということですので、その見た後の感想ですね、それを、まあ、素朴な意見というか、その面をインタビューしてですね、終わりたいと思います。ではひとまずこの辺で、水門館横のこの空間からですね、YouTube ファンの皆さんとお別れしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。